成長しているって言ってるから、具志堅さんね。うんはい、<laughs> はい、今日はよろしくお願いいたします。さあ大丈夫かな？<laughs> はい、皆さんからね。メッセージもお待ちしておりますよ。うん、あの今のね、四人の方とね、うん、具志堅さんにもね。あの応援メッセージお待ちしておりますので。 ぜひぜひお送りください。メールアドレスから紹介していきましょう。メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p です。またツイッターストリームでもネットで生配信しております。えっと、f m コザのホームページから、ねえー、見ることができますのでお気軽にえご覧になってメッセージもお待ちしております。それでは。 この後2時まで生放送です。うん、沖縄福祉会福祉の話、この番組は社会福祉法人沖縄福祉会の提供でお送りいたします。 さあ、時刻は1時5分になっています。お届けしています、この番組は、福福祉会福祉会の話ですそれではこの時間は早速なんですけれども、えー、支援員の具志堅さんからちょっと先にね、お話を伺いたいなと思うんですけども、はい、大丈夫ですか 緊張してますか?。はい。緊張してますね。そういうのは全然見えないんですけどね。はい。それにおしゃべりする価格でいいですよ。はい。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとお知らせから先に。はい。あの伺いたいなと思うんですけれども。はい。最近。はい。あ、大丈夫です。あ、うん。えっと。 最近というかあの2月、えー、先月のえ24日ですね、はい、金曜日に、はい、あの今回あの、まあ、集まっているはるみさん、わけがみさんちか、はい、子さん3名、もう一人いらっしゃるんですけれども、はい、この方ちょっと余裕もあるとで今日来れなかったんですが、はい、今日はあのまあメインとしてあのその4名さんがあの青年祝いをちょっと迎えましてお祝いがあったのに。はいはい そのお話をちょっとメインにしたいなと思いましてちょっと連れて一緒にお話ししに来ました私一人だと寂しいですのではいそうですかもねいいねあれしんいちさんも寝てるよ大丈夫まあめ暖かいからね鳥年の青年がいらっゃるなんてなんて鳥年の鳥年三人とも今スタジオにいらっしゃるねはるみさんしんいちさんちかこさん鳥年なんだはい 鳥年かそうなんだ、うん、そうでもね今年鳥年ともんね、うん、そっかそっか楽しかった青年祝いは楽しかったねオッケーじゃあまた後からね詳しく頭歌ったさんもたた。あ、好きだもんね増田聖子ね、うんうん、オッケーかったまた後でね詳しく聞きたいと思います、うん、ありがとうねハルミさん、うん、はいそして 他にもお知らせがあるということで、はい、はい、えっと今月のええ三月十八日なんですが、うん、ユイバザーがまたありますので、はい、こちらの方もあのホームページにまあ載せてあるかと思うんですけれども、詳細がですね、はい、あの、はい、いつものあの、はい、ユイ 回るの方で行いますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいということです。ただ、あの雨降ったりすると、ちょっと中止になる可能性もありますので。ですね、最近ね、天気が不安定なんだけど。しかも、土曜日、日曜日、なんか雨のマークがついてたような。ああ、そうですか。だから、あの、できるだけたくさんの人がてるてる坊主をつけて。そうですね。晴れてもらえると嬉しいですね。そうですね。もう、ゆいばざ、もね、久しぶりという感覚が。 はい、ありますのでねぜひ私も遊びに行きたいなと思うんですけれども,、はい、も今,日今日ぐらいでもうね本当に、ね、晴れてたらいいなとは思うんですけれどもだといいんですが、はいはい、皆さんもいい天気ということを願いつつ、はい、また、ね、遊びに行3月18日ですね、はい、あの9時から14時ですね9時から14時となっているそうですので,、はい、でいろんな、ね、野菜とか あのフリーマーケットとかねいろいろなちょっとっいろいろなねものが、えー、あとスマイル堆肥かいつもねやってますよね、はい、そうそうそう <laughs> やってるみたいなのでとってもねいろんなものがあってえー、っとねさっき言った野菜とかもだし手作り弁当とか前聞焼き鳥もあるって聞いたんですね。 で、あとはまあ季節の野菜とそうそう、あとかき氷が無料というふうにも掲かかっています。あれ <laughs> 立ってるかな大丈夫かな <laughs> はいということで、ね、毎回ねえっ、ー、とヨイバザーではえー、かき氷は無料でやってるんですけどすどんなかな今回寒いかなそうで,、ね、どうでしょうかね。<laughs> ねまあ。 かき氷が欲しくなるほどいい天気になってくれたらいいんですけどねということで三月十八日土曜日です来週の土曜日となっていますねゆいまさん行われます場所はゆいまるの駐車場広場となっていますね駐車場もちゃんとありますのでお,、えー、お車でいらっしゃった方でも心配ないと思いますそれでは その現場でね、あの、の私も遊びに行きたいと思いますので、現場でね、うん、現地で、はい、いはい、ね、お会いできたら嬉しいです。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。<laughs> ね、ハルミさんも行くんだよね。はい、ウィーバザーね。はい。ああ、ハさんたちにも会えるかもしれません。うん、はい、それでは皆さん足を運びください。よろしくお願いいたします。はい、という感じでしょうか。お知らせの方はね。はい。はい。 吉野さんマイク近づきますか。はい,い <laughs> そうそう。大丈夫ですよ。はい、検討しなくていいですよ。<laughs> それでちょっとね、吉野さんがね、初めてということで登場が。そうですね。ね<え>。三年ぐらいにはなるんですけれども。沖中さんに行て。はい,はい。ああ、そうなんですね。普段はどういう仕事をされているんですか。 そうですね。あの障害をお持ちのあのまあ二十歳以上の方とか、うん、児童さんとかの、うん、あの計画相談というのを立てておりまして、計画相談っていうのは具体的にはどういう感じになるんですかね。えっとですね、福祉サービスを利用するにあたって、はいはい、あのそのサービスのこの何ですかね。<laughs> どういう目的でこう利用するのかっていう計画書を立てるんですけれども、そういったものをあのまあ立てる役割とあと役所との関係性とかいろんな方との連携をする今立場にあるかなという。ああなるほどね。何？下がる？下がる？大丈夫？今今いいんじゃない？あ下がるね。うん。あ今オッケーじゃない？うん。オッケーはいはいはい。 はい、こんな感じです。なるほど、握手計算、すみません、マイ、はい、ク。はい、<laughs> どうしても緊張して、あの、すいません、ね。<軽>マイク、<の>マイクから、なるべく話す、喋りたく,たくない気持ちはわかりますけどね。<laughs> 声を拾ってますからね。はい、はい <laughs>、はいは、ありがとうございます。あのー、ここ、この、うけなさんに入るきっかけみたいなのとか、あったんですか。 あのそうですねあの実習先、まあ、私社会福祉士を一応目指してはいるんですけれどもあ<ー>あのそのまあ実習先でここで実習させていただいてその前まではちょっとあの老人関係のデイサービスの方で介護職をやってたんですけれどもやっぱりあのなんだろう 私がやりたい分野がやっぱり誰かの相談に乗ったりお話聞いたりそれを拾ってまあ誰かとつなげていくっていう,こう仕事をやってみたいなって思いまして私も一応大学は社会福祉専攻だったんですよ。<laughs> 私より先輩じゃないですかいや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  <laughs> ただね、うん、この確かにこの社会福祉士を目指すという感じの選考ではあったんですけどなぜか今ここにいますけどね私でも本当に相談支援員っていうのに私も。 憧れていたので、うん、すごく気持ちはわかります難しいではありますね制度、ね、とかが、ね、いろいろ変わったりもしますし、はい、す個人個人でね、会うものっていうのはなかなか難しいっていうのはありますけどね、うん、でもやっぱりその中でもなんだろう、うんうん 私はなんて言うんですか、ね、いろいろな方たちになんかまだあの助けられているというんですかねうそういうのをまた実感しますしあとはあの、まあ、利用者さん見て分かるようにみんながこう支えてくれているのもそうなんですけど育ててもらっているという感覚ですね、はいはい、どちらかというと。はい素晴らしいいですね やっぱり、ね、私もこうやって沖中さんの番組担当させてもらってて、うん、で支援員の方とかでこういう感じで、ね、お話しさせていただいてるんですけども、うん、あやっぱり何て言うのかな、まあ、表面的なふうにしか私も受け取られないんですけど、うん、やっぱりなんか福祉のっていいなっていうのはもう皆さんこの、ねうん、番組通してでも感じられるし、うん、本当にやりがいとかって感じたり、うん。 しますよねねきっと,、ね、いろいろと私はそうですねそういう時になんかああやっててよかったとか感じますあのなんだろう今までできてなかったことが一つでも何か達成した時う一緒にこう苦しみながらもがきながら試行錯誤してもう頑張ってできたよっていう時がすごい嬉しいですね。あなるほどあもうこのできるまでにねいろいろありますからね。はい、そうです かるな自分のことのようにっていう。ですよね。なるほど、はあ、素晴らしいじゃあもうこれからも、はい、できることを、まあ、増やすことも大事ですけどね皆さんのね、えー、今の状態というかも幸せですね一番。ね、はい ね、それがね続けられたらいいですね、うん。はい、もうそれを応援していくのが私かな、はい、私たちかなっていう素晴らしい, <laughs> <laughs> い私もちょっと心に留めておこう。はい。と <laughs> いうことで吉井さんにちょっとお話を伺いました。ありがとうございます。はい、ます最後にちょっとまたねあの終盤の方にお知らせもありますけれども、スタッフの方もね募集しているということだったのでまた後で詳しくはお知らせしたいと思います。それでは。

カニ好きなんだよね。うん、美味しかったですか？美味しかった。あいいですねで。そう言ってたら、ね、隣でさ、新一さんがもうこくりこくりしてるわけ。もうお腹いっぱいで寝てる。はい、眠たいのかな？はい、あ大丈夫新一さん起きてよ。次次聞話聞くから待っててね。はい。<laughs> 新一さんいつもねこっち来るとねリーブイカウイしてるからね。はい <laughs> <laughs> はい、じゃあハラさんじゃあさっきね具志堅さんからもあったんですけど、うん、青年祝いがあったみたいなんですが、うん、青年祝いどんなことをしましたというと同じ年の青年祝いは、うん、なんていうのかなお祝いされる側だからねうんうん,なんか舞台とかもあった舞台よよ余興っていうのかな、うん、ね

楽しかった。みんな、じゃちかこさんも、みんなも、みんなで踊って。うん、ああ、そうなんだ。今踊れる。はるみさん覚えてる?るここるあ。こんな手の、手の、手,の手を上に、うん。くりくるするのは覚えている。うん、ああ、そうだよ。うん。あ、中村さんやったさで、ちいが。はい、やったさ、うん、きえきえっと。あ、そう。中村さんも行ったら。元気ないって言っちゃった。あはは。 <laughs> あ普通にね見たらね手振ってるようにしか見えないよね、うん、確かにね踊ってるじゃないよねあそっかーでもそういうのもまた楽し,楽しいよね、うん、はるみさん一番ここなんかこれがよかったなーっていうのあるこの「青年祝い」の中で。 本格してたこといいね千万千の宝も歌いを歌うそうなんだテレビアマナブさんねいつだったかな先月か先々月ぐらいにねこの番組に遊びに来てくれてましたけれどもその時もギター持ってねやってたんですけどサビセンもサビセンも弾いていたすごいよねマナブさんね楽器弾けるのかっこいいよねえ千万千の宝とおじいじまんのオリゴンビー おじいしまのオリオンビール。うん、これ二曲。うん、三振では何やってたの。三振でオリオンビール歌ってた。島津のな、うん、ああ、そうなんだ。うん、いや、じゃあ、はるみさんは。テリアマラブさんの弾き語り、ギター、あ、ギターじゃないか、三振か。の弾き語りが心に残っていると。うん、いうことで。いや、はるみさんもやったらよかったさ。うん、三振。うん 一緒に引き切れなでもね三線ねマなブさんに教えてって言って次出る時に次大きな回復試会のこの番組に出る時に FM 講座の番組出る時にマなブさんと一緒に出てからさ一緒に弾いてから歌って次までに何か覚えてきてよ。そ ああよかったね。じゃあ、ハルさんは何したのこの。何かしたハルサキなんか歌ったって言ってたさ。マまじは、このシャミ歌ったすごい力が入ってきた。<laughs> <laughs> そうなのね、まま。あの、マスダ聖子好きだもんね。うん、ああ、そっか。セリ。おの人も歌ってた何かみんな。チカコさん何歌った、うん、何が歌った

私も介護認定を目指しますというふうにね来ていてああそうなんですねコスモさんも介護認定やってるんですね介護の話してるんですかね分かりましたありがとうございますじゃあですね、うん、はるみさんえー、っとん,なんだっけあそう青年に酔える話だったねごめんね、うん、話が飛んでしまったじゃあ

オッケーです。わかりました。ありがとうございます。はるみさん、何か話しれて、話足りないことある。これは言っときたいっていうのない。中継で猫の手本当だよ。うん、あれ、次も、次出る時は。作ったの持ってくるって話しし、したなかったっけ。たしてたよね。うん、あ、持ってきてないさ、さってきて忘,忘れた。 忘、まあ、れてはない忘れてはないけど、うん、持ってきてもない <laughs> 作りました作りましたの、うん、猫の手今やってる立場かなと思ってるあーなるほどね、うん、出来上がってもらえんだあ本当に嬉しい見てみたいわ、うん、じゃあ他に和手芸で猫の手と他に何作ってる 前はこされ雨は出てたけどこれだけしか行ってない。ああ猫、ね、の手だけ今は。うん、あそうなんだ。手芸の時間は何回かあるの？月月一回だっけ？月何回ない手芸の時間？月二回かな？二回,回だったっけ？うん、<え>ねいろんな教室あるけどね。うん、あそうなんだ。私あ月一回ぐらいでこの猫の手を作っていくんだね。うん はいいいね楽しみだね出来上がるのか楽しみです見せてね今度ね、うん、うんうんオッケーわかりましたじゃあここで春美さんのリクエストお掛けしたいと思います、うんうん、何だったリクエスト白いパラソル誰の曲ですマラセラスイコンはいマセラスエイコンの白いパラソルですどうだ さあお届けしましたのははるみさんもう一回何だった曲のいはい増田聖子で「白いパラソル」でした増田聖子なんだったこの曲は何か見てたんだよねテレビでね「ザ・ベスト10」「ザ・ベストテンねっていうことで何かこの同世代の方はあ懐かしいって思っている方もいらっしゃるかと思います。 私は全然世代ではないんですけどね名前だけは聞いたことあるぐらいのあれなんですがはいということではるみさんありがとうございましたはい、はい、続いてしんちさん、うん、起きてますか、うん、さっきからこっくりこっくりしてますよここりこり,こり,こり <laughs> 起きてくださいねあともうちょっとでねどうしたどうした <laughs> でたい大丈夫ですか、うん、でじゃあしんいちさんじゃあみんなはるみさんにも聞いたんですけど青年祝いされたんですよね思い思い出というかなんか残ってることありますかすごく覚えてること青年祝いで青年祝いおもし白かった,面白かった

いいですよね食べることはもういいことですよ幸せですよねはいまんじおいしかったん他にはコーラコーラも飲んでコーコーヒーコーヒーコーヒーも飲んだコーラもコーヒーも飲んだのいっぱい飲んだねすごいな他においしかったのあるご飯何か食べるので何食べたの青年祝いではおつゆ 何のおつゆ何が入ってた中身中身？うん、中身のおつゆあいいねなんかお祝いって感じするね他には他には教えて何が入ってたご飯ご飯<は> <laughs> ねさっきでも さん何なんか普通のご飯じゃなかったよね何何ご飯って言ったあずきご飯あずきご飯だ、うん、あずきご飯って普通のご飯とまあちょっとあ,あずきが入ってんのかそれそうか、うん、そうだよおいしかったあずきご飯美味しかったしんいさんはおいしかったおいしかった美味しかったじゃご飯と今今ご飯でしょ中身のお酢が出て,出てきました他には覚えてる 分からん、あ,あ覚えてない。<laughs> ご飯とおつゆだけ覚えてる。<laughs> そっか。<laughs> えっとちかこさん覚えてる？えー、ご飯のな内容。覚えてるな忘れ,忘れちゃった。はるみさん覚えてる？大根お煎餅。えー、ああ大根、田楽、えー、お芋。う、えー あいも美味しかった。エビフライ。エビフライ。ああ、さっき言ってたね。エビああ、もうすごい全部言える。かまぼこ。ええ、すごいね。何が一番美味しかった、しんいちさん。エビ。エビフライ美味しかった。ああ、いいね。エビフライと饅頭。今日美味しかった。ああ、そっか、いいね。いや、いいね。美味しいもの食べてね。みんなで、みんなで一緒にね。 まんじゅうね <laughs> そんなのおいしかったんだねまんじゅうね食べてみたいさそこまで言うのは紅白だから2個食べたの2個ずつみんな食べた2個、うん、食べたはるみさんも2個食べたはるみさん食べつきマイクしかずいて個食べた2個食べた<コ>、うん、あいいはずよ <laughs> いいねじゃあさしんいちさん大丈夫ね <laughs> 真一 <laughs> さんはじゃあて生年祝いでさっきほら巨人の星歌ったって言ってたさ。うん、巨人の星歌って他には何した？何かした？<laughs> 覚えてる？うん、あれ何<れ>何か<れ>何かやらなかった？<れ>何だった？司子<れ>さん教えて。何,何,何だった？

ああ、あるでしょう。あ。あれ。あれ。あれ、思い出せない。うん、あ<ー>あ,ーあー、思い出せない。残念。<laughs> そっか、でも楽しかったんだもんね。いいよね。<laughs> うん、いい思い出で,できたね。うん、でもみんな仲良しですよね。うん、ねえ。同じ。えっ、ー、と。 鳥と死ぬね、うん、いい感じでねしんいちさん、起きてよ、はいうん、<laughs> しんいちさん、いつもはさ、何してるのあ,あれがですね申し出すのいいか<ん>あ,あれシカゴさんが一生懸命思い出そうとしている思い出せるあ、教えてるさあ思い出せないかいえね。ね 思い出したまたねあとでね思い出したら話そうね昨日行ってから車当たるからありがとう何か,何かやったんだそっかじゃ思い出してからまた喋ってもらおうねありがとうちかこさんじゃあしんじさん、はい、もうちょっとだけもうちょっとだけねあのいつもは何してる遊んでる遊んでる、うん、<ー>遊んでる <laughs> <laughs>

どこ,のどこの掃除してるの<え>おいあれお部屋の掃除、うん、あそうなんだそっかそっかお部屋の掃除とほかにはほかに頑張ってることありますか<え>あれとさ固まってる <laughs> 固まってるんだ,んだ サン、うん、あ、あうん、ウォーキングみんなしてるって言ってたもんねあそっかそっか今日も歩いてきた今日も今日は違う違う今日はあラジオがあるからちょっと早めに終わったかなそっかじゃ午前中は朝は何してた今日わからん嘘でしょウォーキングしてきた あ,あよかった、もう思い出してよ、千 <laughs> 年祝いのことを思い出さなかったから、今日のことは覚えてるかねと思って聞いてるわけさ、覚えてる、今日の朝のことは、ウォーキングと何したしあれ、何だっ,っけ、体操。体操はどんな体操ラジオ体操え。 毎日すごい。えラジオ体操は何時からかな朝から覚えてる何時とか分かんないか。あ9時ぐらい ?9 時ぐらいああそうなんだ。はいもう新一さんが もうそそろそろ限界だね <laughs> じゃあこの曲きあなんいんなんかしゃべりたいことある残ってる言いたいこれを言いたいよっていうのあるうんう,ん、うーんって <laughs> うーんって言われた OK わ、うん、かりましたじゃあこの曲聞いてちょっと目覚ましてね、うん、ではしんいちさんリクエスト教えて<い> <laughs> <laughs> ルミさんに言われた <laughs> それでは お届けしましたのは、巨人の星でした。しんいちさん。はい、はい。ね。よかったね。ああ、うん。<おう> <laughs> 安心している、うん、聞けて。しんいちさん、あの、青年祝いのことでもうちょっと聞いていい、うん、青年祝いで、家族の方も来てたみたいですね。来てた。来てた。うれ、ん、しそうに今来てたって言いよったねあ。そうですか。家族の方はどなたか来てた ね、これ。うん。家事。名前から今のは。お姉さんたち。お姉ちゃん。あ、お姉ちゃん。あ,あ、そうなんだ。ね、いっぱい来てたんだ。うん、あ,あ、よかったね。やっぱ、それも、やっぱり家族、あ、の、沖縄のね。みんなと一緒に祝うのもいいけど。家族の方にもね、祝ってもらえたら、もっと嬉しいもんね。 あれ、なんか今言おうとしたけどね、違った。大丈夫。ああ、そっか。おめでとうございます。ちんちさん。何歳になったの。なんて。なんて、隠してない。隠さないで指。何歳になった。は恥ずかしいのかな。言えない。言えないか。ない、ないしょ。まあ、一緒にしとくか。とれとし、ってとこうか。 わ <laughs> かった <laughs>。ということでね今の時間ねこの時間は新内さんにお話聞きました。ありがとうございました。それではね CM を挟みまして続いて千香子さんにもお話聞きたいと思います。それでは一旦 CM です。 さあ、時刻は1時44分です。お届けしていますこの番組は、沖縄福祉会福祉の話です。ここでちょっとメッセージが来ておりますので、紹介させていただきたいと思います。 ドルフさんんでですこのの人大阪の方なんです、うん、ねネットから見ているって。うん、ハイサイ沖縄の皆さん名物さん今日も楽しくねということで、うんうん、ありがとうございます。うん、でね巨人の星ということでルドルフさんも真一さんもね、うん、巨人の星好きなのかな同い年、うん、同,い同じ年代のね年齢かもしれませんね。 レナさんからも来ていますすこのの方方は北海道の方ですよね,さんね「新次さん、はい、大きなあくび」って言われてるよ <laughs> 見られてるよ「<laughs> 大きなあくびかっこ笑い」と来てますが見られてますね, <laughs> ねあの頑張って喋ってもらいましたのでもう今からねもう大きなあくびしてもいいですよ。<laughs> で今日はちょっと静かですねとルドルフさんからもいただいてますそうね今日はね割と静かな感じかもしれない今日えっ、ー、とね前回がねあの長見ねさんとねよぎさんが来てたのでねもうすごいことがあってましたからね <laughs> そう言っても前回はとってもにぎやかもううんいつにも増してにぎやかな放送でしたけれどもそれで今回がちょっと 静かっていう風に聞こえたかも分かりませんね。はい、今日は穏やかに過ごしていきたいと思います。で、えー、とメールも一通いただいてありますので紹介させていただきます。北の野律さんです。ありがとうございます。成年祝いおめでとうと来ていますよ。はい、成年祝いね今ね話。 ね二月に行われたということで皆さんにちょっとねお話聞いてるんですけども新年祝いおめでとうということでメッセージいただいてます、うん、皆さんでじゃあありがとうって言ようかありがとうございます<ー>、はい、どうしたのかなあれ起きて起き始めた新一さん今今から起き始めたねもしかしてあいやもう今話終わったのにね。<laughs> はい北ミスさんもありがとうございました追加者の皆さんもねありがとうございますそれではじゃあこのお時間はちかこさん、はい、お話聞いてもいいですか、うん、はいありがとうございますいいよ, <laughs> いいよはいありがとうございますじゃあ2人にも聞いたけれども青 <coughs>、うん、年祝いで楽しかったことって何かありますか覚えてるのある何が楽しかった面白かった うん、面白かった何が何が面白かったうん、何がったかな何があったまんじゅう食べるの何が,何が楽しかっ何がたんじゅうしたまんじゅうもうんうん何した <laughs> いや、ゆっくりで。うん。コーヒー。うん。う <laughs> ん。何った?。コーヒーそうですコーヒー。コーヒー。あ饅<ー>頭とコーヒー。あ、うん、ちかこさんも。食べ物と飲み物の方が楽しかったのかな。<laughs> そっか、よかったね。コーヒー美味しいって、はるみさんも言ってたね。うん、コーヒー。 コーヒーしんちさんもコーヒーおいしかったコーラコーラコーラもないてるねコーヒーとコーラおいしかった、うん、あそうなんだしかこさんは全年祝いで何したの何か、ね、歌ったって言ってたさはるみさんたちはうんうん何何か,あそかさっきチューリップだったっけ、うんうん 歌ったって言ってたっけ。うん、ああ、そっかいいね。これ歌うときは一人一人ずつ一人で歌ってるの？一人ずつ。一、うん、人ずつ歌ってた。うん、え、これカラオケみたいな感じ？はい。ああ、そうなんだ。みんなで、ね、じゃ手拍子とかしてから。うん。ああ、そっかそっか。楽しそうだね。うん、そっか。じゃあも他に何か楽しかったこと覚えてる？何か楽しかったこと覚えてる？ 覚えてる。何があった？教えて。うんうん、うん。なんだっけ？あなた。何があった？うん、<laughs> 覚えてる。ハルミさんってたたたハルミさんに助けて踊り カチャオシカチャーシカチャーシあカチャオシねシカコさんも踊ったカチャーシ踊った、うん、あーそっかーいいねーやっぱみんなでね歌ったりた踊ったりするの楽しいよねいいよねあとしんいちさんもね家族の方来てたって言ってたけどシカコさんも家族の方来てた、うん、来てたよ来てた誰が来てたど、うん、なたが来ていたうん

来てくれたりするの、うん、そのいとこの人はああそうなんだ仲良しなんだああいいねじゃ仲いいとこの人たちとも仲良く喋ってって感じなんだ、うん、そっかいいねであとちかこさんは普段は何か頑張ってることあるええうんえ、うん これはフラダンスああフラダンスフラダンスもやるのうんってしんいちさんもやるのえなんで今運転やったからやるてるのかなって思ったのにはるみさんもフラダンスやるやるあ教室があるのかなフラダンス教室が昨日はあの何だった 火曜日にあったんだフラダンスの教室が、うん、あそうなんだたの楽しいフラダンスは楽しいおル海さんが答えたね聖子さんはたの楽しい、うん、難しい難しいのもあるフラダンス難しいって感じたことあるどんな、うん、あそっかじゃあ,あ もう後ろの音が気になってるって感じだからね <laughs>。そうだね。じゃあちょっとちょっと早いけど、もね。近いことはないか、他に言ったいことある？なんかこれは言っときたいってある？大丈夫？うん、大丈夫？オッケーありがとうございます。あ、ツイキャスでね。レナさんもルドルフさんもおめでとうございますって。 来てるよ青年祝いでねフラダンスもやってるんですねって来てるので今度じゃあ番組出た時2人フラダンス踊って踊ってね楽しみにしています。はい、ということで今日はねはるみさんしんいちさんちか子さんそして支援員のぐちけんさんにお越しいただいてちょっとお話を伺いました。最後なんんですけれどもさ あのお知らせがあるんですよね。スタッフ募集ね。あはい、えっと、はい、今ですね。はい、あの、私たちのあの。そうですね。黎明施設の方と積、はいはい、水の里と。はい、あとはあの今あるの方と。はい、えー、まあホームページ見たら募集の要項が書かれてるかと思うんですけれども。あの結構異業種からも皆さん聞いていらっしゃいますので。はい、そうですよね。はい、うんうん、あの。 一度そうですね興味ある方あのまあホームページでもそうなんですけれどもハローワークとかに問い合わせていただけるといいですね。であの仲間をいっぱい増やしたいのでぜひはいあの皆さんできればあの福祉の方を知ってもっと知ってもらいたいなと思いまそうですよねなかなかね入り口っていうのがなかなか踏み出すあれが。 難しいっいうところもあるかもしれないんですけど意外と本当にんていうのかな皆さん優しいので利用者さんの皆さん癒されますね本当に楽しいと思いますそういう声があるというのはとてもね入りやすいという感じになるかもしれないので詳しくはねおけか福祉会で検索してみてください皆さんそれとね応募要件も載ってるということでねなってますのでちょっと やってみたかったんだけど勇気が出なかったっていう皆さんもぜひ見学とかでもいいんじゃないですかね,あ、はい、ですね見学もできるということなので、うん、お電話とか一度問い合わせしていただいてはい、はい、お気軽にね、はいえー、ご連絡いただきたいと思います、はい、スタッフね、えー、皆さんと一緒にね、えー、まあ楽しくというか、えー、利用者の皆さんとも一緒にね、えー、楽しい日々をね、えー、一緒にこの生活のね応援をね していただきたいと思います。皆さんのご連絡お待ちしていますよ。よよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。それではもうお時間となってしまいました。はい、うん、はるみさんも帰る準備しているね。うん、<laughs> はい、ということで、今日はね、<laughs> ええー、はるみさん、しんいちさん。しかこさん、そして、まあ、ええ、ぐちけいさんにね、えー、お越しいただきました。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。 今度はね、えー、っと、3月の23日の放送となっています。3月18日は、ウけナ福祉会で、よいバザーも行われますので、お楽しみに。ウけナ福祉会、福祉の話、この番組は、ウけナ福祉会の提供でお送りいたしました。皆さん、さようなら。バイバイ。